おなかのなかに,おにがいるまきの日いまみんなで鬼のお面を作っているところです。 おや、あっちゃんは鬼を空色に塗っています。空色の鬼なんて珍しいでしょう。実はね。あっちゃんのおなかの中に鬼がいてね。その鬼が空色だからなんです。おなかの中に鬼がいるなんて嘘だと思うでしょう。う でも、本当なんです。ほーらいた。あっちゃんのお腹にいる鬼は、いつも寝そべっています。すぐごろんと寝そべりたくなる、めんどくさがり屋の鬼なのです。ああ、嫌になっちゃった。 あっちゃんはおめんづくりをやめてごろんと寝っころがりましたおやおやお行儀の悪いでもそれはあっちゃんのせいじゃありませんおなかの鬼が悪いんですふうちゃんはおめんをきいろにぬっていますそう ふうちゃんのお腹には黄色い鬼が住んでいるんです。ふうちゃんの黄色い鬼はまん丸に太った食いしん坊の鬼です。ふうちゃんがもう食べたくないって思っても。お腹の鬼が。チョコレート食べたーい。おせんべい、もっとおくれ。 って言うんです。なつこちゃんはおとなしくって友達にも親切で。先生の言うこともよく聞く、とてもいい子です。なつこちゃんのおなかにはきっと鬼はいないだろうと思ったら。やっぱり鬼が住んでいました。 なつこちゃんのおなかにすんでいるおにはすてきなももいろですなんだかよわそうななきむしみたいなおにですあ誰だれかがなつこちゃんのももいろのおめんをまっかっかにぬってしまいましたそれはへそまがりであばれんぼうのゴロちゃんでした 夏子ちゃんはなきだしましたきっとおなかのおにもないているにちがいありませんおにはまっかっかがいいんだぞへそまがりのゴロちゃんはあっちのおめんもこっちのおめんもまっかっかにぬってしまいましたきっと ゴロちゃんのお腹の中には。変な鬼がいるに違いありません。ほーら、いた。ゴロちゃんのお腹には。真っ赤なへそ曲がりの鬼が住んでいました。みなさん。お面はできましたか?。先生が。 い,いにおいのするいりたてのまめをもってきましたさあできたおめんはかべにかけましょうねとせんせいがいいましたところがへそまがりのゴロちゃんはいやーだよぼくはじぶんでかぶっちゃうんだ。 お庭外。寝っ転がりのお庭外。お庭外。食いしん坊のお庭外。みんなは元気よく豆をまきました。きゃ、大変だ。こりゃたまらない。あっちゃんの鬼も。 ふうちゃんのおにもなつこちゃんのおにもそれからほかのこのおにもみんなあわてておなかのなかからとびだしましたところが「フん、鬼なんかちっともこわくないや」へそまがりのゴロちゃんはみんなとはんたいに。 豆をぼりぼりたべながら「おにわーうちおにわーうち」「うわーおにわーうちだってうれしいな」いくところがなくてこまっていたおにたちはみんなおおよろこびでゴロちゃんのおなかにとびこんでいきました。 ゴロちゃんのおなかの中は鬼たちで満員。苦しいよ。出て行ってよ。でも鬼たちは他に行くところがないんです。誰か鬼をもらってくれる人はいませんか？もしいたら大至急。ゴロちゃんのところへ取りに行ってください。